決めます。懐中時計をモチーフにするので、やあやあ、板尾次郎だよ。相変わらず楽曲作る気が出なかったので、またまたギター作ってみました。どや？かっこいいでしょ？今回もボディのみの制作なので、それを中心に工程を見ていきましょう。レッツメイキング。まず大まかにデザインを決めます。懐中時計をモチーフにするので、円の中心をこの段階で決めておきます。大まかに木材を切ったら、トリマーを使ってネックポケットを加工。円の中心にネジを打ち込み、コンパスのような感じで円形に加工していきます。ブリッジやピックアップの位置を確認しながら、不要な部分を切り落とし、側面をトリマーを使ってきれいに整えていきます。側面を加工したのと同じ方法で、懐中時計の機械部分と文字盤に当たる部分を加工し、溝に合わせて掘り進めます。工程は前後しますが、より懐中時計に見えるように、外側を照射に加工しています。裏側も電装部分などを適当に加工していき、時計皿もこの段階で形に合わせ作っていきます。透明だから見えづらいですね。次に今回のメインでもある歯車の製作です。まずは画用紙を使いデザインを決めていきます。画用紙のガイドに従い、塩ビシートを形に切り取り、完成図をイメージしながら、切り取った塩ビシートを配置していきます。配置が全て終了したら、歯車を塗装します。のんびりやってたので、歯車の工程だけで2日かかってます。車用の塗料で適当に塗装し、友人にデザインしてもらった井戸酔い拓也さんを、カッティングマシーンでステッカーに加工し、ヘッドに貼り付け、歯車を接着剤で固定、カッティングシートで文字盤を作り貼り付けます。